て。長押しなんだ。あー、なるほど。どうも、エルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。じゃあメインクエストだね。門前の使者ということでやっていきましょう。うん、高台降り嫌だな。まあ、回復しといて。スライダー、オーバーライドを試してみるか。音を立てないように出なきゃ怯えた群れに踏み潰されることになる。どうやって近づこうか。近寄って三角だよね。見つけてよかった。後ろから。よし、行くよ。うまくいって。長押しなんだ。あー、なるほど。おい、やった。敵意はない。懐いてるみたいだ。さあ行こう。いい子だ、その調子。水がコスト加速、丸を押すと減速。いや、おお、三角で降りるんだね。 いいね、便利だね。あー、でも馬とかの感覚でこうバツと丸で減速を調整するって感じなんだ。さて、これなら早いな。これはいい。実際どんくらい速いのかがちょっと分かってないけど、いろんな機械にオーバーライドを試そう。乗れなかったとしても他の使い道があるかも。はあ、そういうこと。なんか使い道があるってことはそれなりになんかあるんだね。空飛べたりするのかな。門の外争う。ボロボロ。おい、気をつけろ。もっと近くに。もっとだ。もう操られてんね。お前がバールか。アロイ、試練を勝ち抜いた異端児か。死なずに済んだようだな。大長老ティルサが都に行くならお前に会えと。カージャサン王国の都か。あ、お前追放されたいのか。いや、オーリンという裏切り者、そいつを追うために天命の使者になったんだ。なら北にある母の頂に行け。もし着いたらマレアに会って道を聞け。もしだって。危険な道のりだ。義勇団が奇襲を受けたから巡回もしてないし、国境は丸腰だ。指揮を取る団長もいない。レッシュは違うのか。団長の代役に過ぎない。探しには行きたいんだが、命を懸けて門を守るよう言われて。この通りさ。義勇の団長。団長が行方不明だって。義勇団が虐殺されても諦めなかったんだ。志願者を募って襲撃者を追ったんだよ。それじゃお前は。手は挙げたさ。でもソナが拒んだんだ。安息の地で怪我人の世話をして門を守れって。安息の地のために命がけで。何日も前だ。それ以来何の連絡もない。それじゃ生きているかはわからないのか。あれを生き残れるのはソナしかいない。並外れた戦士だよ。俺たち常人とは比べ物にならないほどのな。随分と腕が立つみたいだな。ああ、きっと驚かされるぞ、母さんには。ああ、お母さんな。あ、それだったら危険だったら残れって言うわな。潜む危険な道のりと言ってたが、どう危険なんだ。あげたらキリがないな。襲撃者は野放しで
しかもマガツキを操ってる。毒を撒き散らして。ああ、それなら見た。山賊もいる。国境沿いで忍び寄る残忍な奴らさ。どうやら鉄の遺跡で野営してるって話だ。もっと矢が必要になりそうだな。虐殺襲を受けたと言っていたけれど本当か？試練での虐殺のことを知って団長が奴らの追跡を命じたんだ。だが一部の義勇兵が復讐を急ぐあまりに先走った。罠にまっしぐらさ。汚れをそこら中に撒き散らし、凶暴化した機械が義勇兵に襲いかかり虐殺した。団長が反撃を仕掛けて機械を破壊したけれど襲撃者はいなくなり、こっちの被害は甚大さ。試練のことを知ってたが誰から聞いた？生き残った奴らだ。奮戦したそうだな。バストや妹と。その妹ってバーラか？気の毒に。いい人だった。彼女となら友達にもなれたかも、もし生きていれば。ありがとう、命を救った。誇りある死だよ。じゃあ行きますか。そろそろ行かないと。アーロイ、母の頂きとその先に旅立つ前に時間があればソナを探してくれるか。部族には彼女が必要だ。何としてでも門を守ると命令されてなければ俺が探しに行くんだが。最後はどこで見た？奇襲を受けた場所だよ。悪魔の渇き対岸にある場所、森の渓谷だ。そこに痕跡があるかもしれない。試練を襲った奴の後を追っていったんだ。愛する者たちや君を殺そうとした奴を見…バール、わかった、探してみるよ。さあ行きますか。いやー、ストライカーだ。親ができた人だから。待て、攻撃するな。あれは私のだ。どういうことだ？なんて言えば、あるものを見つけて。なるほど。殺されては困る。まあ親ができてるから。女神の防火壕、わからないかもしれないけど、大長老は私たちのために力を尽くしてくれているんだ。安息の地が私の全てだった。世界は広がったけど、でも危険も待ってる。おお、いいね。いやー、移動は確かに早いけど、そのさ、肉。肉とかを取ろうとするとちょっと大変だね。おい、大丈夫か？奇襲された時に怪我でもしたか？いや、そうじゃないんだよ。それに狩人でもない、義勇兵でも何者でもない。俺と話しちゃダメだ。何しろ怪我をしてる。何があった？俺はクレア、峰にある狩場で腕試しに挑戦しようと思ったんだよ、練習のため。でもうまくいかなくて。わかんないけど行かない。そろそろ行くよ。わかった、気をつけて。特に北へ行くなら、腕を磨きたいなら狩場に行くといい。狩場ね。腕試しを開始。狩場ね。昼の太陽の箱、スキルポイントとかいろいろあるんだ。チュートリアルと一緒で経験値とかいろいろもらえるんだね。義勇団長。うい、行こう。バレたな。いや、バレると思うんだけど。
いおい。ああで修理ってか傷ついていくわけね。隣にあるのは死体。回復ありがとう。いやー乗らなくていい、乗らなくていいんだよ。でこっちは回復拾って、こちらも回復拾う。そしたらはい、この先は危ないぞ。お前もな、流れ者。ここは野良の地だ。ああ分かってる。海いれば苦しんで死ぬっていう話だろ。苦しんで死ぬとは面白いな。見ろ、こいつは苦しんでさえいない。誰だ。奴隷商人、盗っ人に殺し屋、真の殺し屋の名を汚すものだよ。山賊が待ち伏せているかもって、バールが。ああ、そりゃよくないな。こちらから行かねばならん。大抵奴らは野営地を探し出し、腐った肉のように座る。ただし誰かが何とかすれば。気に入った。廃墟の反対側の煙が出てる方へ行け。そこで会おう。おう、ハンターか。フォーカスが信号を拾ってるみたいだ。スキャンをしてみよう。お、不明な信号。あの信号、誰が送ってる。ボールネック。めっちゃ離れてんだよな。でもあれが悪魔の渇き。古の都、鉄の世界。トールネック、ロストが言ってた通りの姿。でっか。信号は頭から出ているんだ。登らないと。登るんだあれ、すげえな。とりあえず回収だけしといて。なぜかみんなやられてるからね。取れないね。イベント用かな。こっちに来る。レンズもらえなかった。ここからトールネックに飛び移れる。うい、飛び移るんか。あとは頭に登るだけ。ほう、おい。さらに上。すげえな。で、乗ってオーバーライド。分かってる。バールはソナ団長が襲撃者を追っていた。彼女探してみよう。見たものを他の機械に伝えるのか。トールネックね。うわすげえ、これで見えるんだ周り。じゃあ降りましょう。なんかゼルダ思い出すね。あんな感じだったもんね。塔を解放したらね、見えるみたいな、情報が見えるやつは。下ではなさそう。悪魔のささやきが正面上だね。行くべきはね。意外とかかるからね、移動ね。
械が山ほど、すべて操られている。団長が何かを残したかもしれない。何か、ノラはコラプターを倒したのか。コラプター、なんかめちゃくちゃでかいやつだけどね。でも、あれか、襲ってきてたやつか。他の機械に汚れを撒いた。生存者。あ、いた。義勇兵、聞いてくれ。遺体と負傷者は片付けた。他に義勇兵か治療士は。私だけ。怪我を。何があった。知らないのか。ありゃ狂気の沙汰だ。俺は団長に報告を頼まれた。これじゃ俺は役立たずだ。素直襲撃を見つけたのか。団長は襲撃者を追ったとバールが言っていた。見つけたのか。奴らの後を追ったが、何度も何度も奴らのマガツキに攻撃されたんだよ。怪我をした俺を見て団長が、戻ってみんなにまだ諦めてはいないと伝えろと言ったんだ。奇襲。奇襲を受けた時お前はここにいたのか。そうだ。まさかあの試練よりも悲惨なことが起こるなんて思わないだろう。団長は光栄を集めてて出遅れた。復讐に駆られて先走った奴らが罠にはまったんだ。何人もが一瞬で死んだ。ソナが来て結集させてなかったら全滅だったろうな。かなり優秀だね。バールがソナを探している。どこにいるかわかるか。知ってるのは別れたとこまで。悪魔の渇きの南東にある鉄の塔の近くだ。高台の裏にある大きな石を探せ。俺は戻ってバールたちにことと次第を報告する。大いなる母よ、力を。いいか、気をつけろよ。もうこういう事態になると異端がどうこうとかもう関係ないね。さあ最後にいた地点に向かうと。400。ここめちゃくちゃ遠いな。はい、ファストトラベルしよう。鉄の塔か。行こう。そのうち使う。で、トールネックを解放する予定だったんだね。順番逆だったんだ。うちの特定にも使えるってめちゃくちゃ優秀だよね。イノシシちゃん。待て。うん。さて、あと一つ。大量に来たな。私を探してる。はい。弾切れちゃった。付き添いがいたような気がしたんだけど。
丈夫そっかな。これがソナの伝令が話してた高台か。まあウォッチャーぐらいならどうにかなるけどさ、やで他のやつが難しいよね。ここで止まった。次は一体どこへ。あの弓は使い古されてるな。好き好んで置いていくわけがない。かなりの被害が出たのか。ここで休憩を取ったのか。奇襲を受けた後だ。苦労したに違いない。矢の部品、義勇団はここで武器を作った。で、違う、なんかある？お、あった。最近のもの。剥いだばかりだ。そなたちはそう遠くはないはず。そしたらあったあった、まだ、ね、傷の手当てか。怪我をしたのは伝令だけじゃなかった。血痕が見つかるかもしれないな。フォーカスを使ってみよう。よし、行こう。そうか、怪我をした。ソナが怪我をしている可能性はあるわけだ。痕跡、靴と血だ。ソナと義勇団はあの尾根に向かったみたいだな。まあできればね、団長代理にはね、レッシュには任せたくないからね、無事でいてほしい。さっさと片付けよう。ワイヤーか。さあワイヤー、そうだね、取れるものは取っといてって感じにしよっか。まあ矢もそれだと資源が空くのいいからね。さて渡りましょい。いいね、眺め最高やね。いるね。ソートゥースの残骸、ソナが倒したのか。なら近くにいる。すげえな、倒したんだ。私がいて運が良かった。一秒遅ければお前はあのソートゥースにやられていただろう。あと 0.5 秒あれば自分で倒してた。あなたが団長ソナ？バールが探してた。門は無事か？守った。勇敢に自分の手でマガツキを倒してた。心配してたよ。部族に必要なのは強さ、干渉ではない。試練を襲った者どもを追っていた。
必ずや報復する。お前は？もちろんそのつもり。証明しろ。手を貸してもらおうか。ついてこい。怖いな。ついてこいってことなんで、ついていきますか。呪われ次第地を掘る。呪われし大地。古の者たちの罪が埋められている。コラプターという悪。一度倒した母の眼差しで。本当だろうな。その言葉が嘘でなければ。何かとね、まあでもいろんなそう口だけのやつに合ってるからそう思うわな。そう、全然敵出ないんだけど。だいぶ前、義勇兵を下の森に隠れさせておいた。合図を出せば攻撃するはずでは、敵と悪魔どもが勝ってはいる。我らにはこの煮えたぎる怒りがある。それだけじゃないさ。なんだと？あのブレイズ、あいつらはあれを爆破に使ってる。ここを掘り起こすために。ということはあれに火をつければ。どうかん。なら早速始めよう。ちょっと待て、急ぐことはない。近づく時間が必要なんだ。もし気づかれたら始めてくれ。わかった。お手並み拝見といて。マジか、気づかれたら終わりですか。じゃあキリがいいんで第6話ここまでにしときましょうか。ということで、まあ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 、こっから団長と協力してって感じかな。ブレイズの容器を破壊するとあそこまで行ってっていう感じだね。多分弓では行けないんじゃないだね。いけない感じがするもんね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。まあ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 、ちょこちょこメインが進んでるって感じだね。でもレベルがな、12のやつがいきなり出てたりとかするから、まあゆくゆくはっていうところなんだろうけど。あと、6レベル上げればここが手に入るから、そうね、解体とかこの辺りよりも先にって感じだね。まあ最低限は取ってるからよしとして、まあまあその辺りまた次回楽しみにしていきたいと思います。ということで、ここまで動画のご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。